元女優の高木沙耶容疑者が大麻取締法違反容疑で現行犯逮捕されました。沖縄県石垣市の自宅で大麻を所持していた容疑です。高木容疑者は今年7月の参院選で医療用大麻の研究促進と導入などを訴え、新党改革の公認候補として立候補しましたが落選しました。現在日本では特別に許可を得た産業用以外は医療用を含め全ての大麻の所持が法律で禁じられています。米国も連邦法では大麻は違法ですが、ほぼ半数の州で合法化されています。主に医療用の使用が認められています。がんの治療や痛みの緩和に効果があると考えられているためです。このような世界の動きを受けて、国内でも医療用大麻の解禁を求める動きが出ているのです。そもそも大麻はめまいや吐き気などの症状や生まれてくる子どもへの影響が心配されているほか、粗暴性など精神状態にも影響を与えます。その上で医療用の大麻を認めるかどうかについて厚生労働省は、今の医薬品や治療法を超える効果は実証されていない、より刺激の強い覚醒剤や危険ドラッグなど違法薬物への入り口になる恐れがあるということなどから認めないとしています。一方で、がんなどの治療の選択肢がなくなった重症の患者の皆さんが藁をもつかむ思いになることは理解ができます。例えば標準的な治療が難しくなったとしても、モルヒネなどの医療用麻薬を使った痛みを取り除く治療や、今まで通り暮らすためのケアを進めるなど、様々な支援を続けることが求められます。